海賊ラジオ、レッズ力船はい、船長の大野聖太郎です。聖太郎の海賊ラジオ、オン YouTube、俺たちのレッズ声ピックアップの時間です。この時間は、アブイラジオでお聴きいただいている、レッズ力船に寄せられたメッセージの中から、お一人、こちら YouTube の方にご乗船いただいて、今思っていることを語っていただいております。で、今回は、 吉見永 A から、浜松からのお便りです。遺跡情報も出てきましたね。吉田俊選手の加入情報が出ましたが、ゴールキーパーの補強となると、今いるキーパー陣から誰かが出て行ってしまうのかと考えてしまいます。もしくは、4人体制で行くのか、などなど考える話題が出てまいりました。また、 小木原選手が復帰ですね。大畑歩夢選手にガチでレギュラー争いに挑んでいくんでしょう。あのメンタルでやりますからね。トップチームに小木原選手が出てきたとき、おぎ選手の将来に夢を向いたものです。娘のシャツににこやかにサインをくれたときに、未来の裏場の星だよって私が言ったのを聞いて、小木原選手は、いやいや、と、 控えめなコメントをされておりました。でもあの前、前の意識や投資が見ていて伝わってくるのは魅力です。開幕が待ち遠しくなってきました。去年は遺跡情報が発表されたら立て続けに出てきたんで、また昼間に何かリリースがあるかもしれませんね。っていう吉見永久からのお便りです。今回は 我々が想像しているよりも、クラブの動きが遅いような感じがしておりますが、ただ、これは我々の気持ちがせいているだけで、簡単に言うと、まだよく分かっていないのは、トップチームのチームスタッフの人事ですよね。ともかく、新監督の名前も、まだクラブから、 正確には発表されておりませんもんね。スコルツア監督なのか、スコルジャ監督なのか、これがまだ正式に発表されておりませんよね。まあ私は多分、スコルジャという風に発表されるのではないだろうかなと勝手に思ってるんですがね。で、あとは、コーチ陣がどういう形で、チームのスタッフとして組まれていくのかということもまだ、 見えていない情報で、いろいろ噂は入ってくるんですよ。でも、例えばこういうような、YouTube のようなあ動画でも、さることながらえ、1700、私がやっている番組でも、月曜日に、レッズ1700というレッズのコーナーがあるんですけれども、まあこれ、いわゆるオフィシャルのような形なんでね、やはり噂話よりも、正確なものをクラブがリリースされたときに、 伝えるというのが一番よろしいんじゃないかと思って、え噂話はいろいろ耳にするんですけれども、それは現在、えー、ちょっと蓋をしている状況です。あとはゴールキーパーの人数ですね。もしかしたら誰かが出ていくんじゃないかなんていうような話をする方もいらっしゃいますけれども、これもまだよくわからない、えー。なぜゴールキーパーをもう一人補強したのか この辺りの話も、その理由というのが、クラブから正式に分かりやすく説明があった上で、一緒に来シーズンの夢を語り合いたいと思います。さて、正式に発表があったのが、オギですよ。帰ってきますね。嬉しいですね。思い出すな。 ルヴァンカップの彼の躍動ぶりをもうひたすらゴールを目指すという左サイドバックのオギのあの活躍まざまざと印象に残っているサボターン多いんじゃないですかただ帰ってきたからと言ってすぐにポジション取れるほど甘くはありませんからね。大畑歩選手も これはこれは、左サイドバックとしては、優秀な逸材ですよ。これガチンコで勝負をかけるわけですよね。今あの、時々、らレズの真実を朗読しておりますがね、あのレズが強くなるときのことを思い出してください。で、また、それ以降に、らレズのサボターになった方は、これからも時々朗読で売らレズの真実、 リターンでやってまいりますから、ぜひとも見たり聞いたりしていただきたいんですがね。あの時も、犬飼い革命と私は呼びましたがね。売られず、この選手がレギュラーだからいいんじゃないかと思うところに、必ずもう一人をぶつけましたもんね。典型的な例が、ゴールキーパーが山岸と続きという、 代表クラスの、いや代表として選ばれてもおかしくない代表で選ばれたゴールキーパーをぶつけましたもん。もっとすごかったのは、長谷部誠がレギュラーポジションを掴んだかと思った瞬間に札幌から山瀬を連れてきましたもんね。長谷部誠は当時の代表の犬飼いさんに泣いたそうですよ。まだ私にぶつけるんですかって。ですから、 ポジションが、まあ、この選手で確定だろうと思うところに、もう一人ぶつける。これをやっていくと、必ず、そのレギュラーポジションを、自分のものにするために、激しい争いが起こるわけですよね。チームは活性化するんです。私は、この左サイド、大畑歩に、オギをぶつけたのは、オギと歩夢のレベルの高い、 レギュラー争いでチームを活性化するということでやりましょう。ということは、その他のポジションも、これからフットボール本部は、次から次に手を打ってくるんだろうと思って、待ちたいと思います。まあ、その前に繰り返し申し上げておりますが、新監督の名前を早いところ教えてください。スコルチャーか、スコルツァーなのか、よくわからないんで、これはもう早めにお願いします。決定してるんですから。 俺たちのレッズ声ピックアップ。今日はこの辺りで。また。レッズと共にあれ、涙の数だけ強くなる栄光と誇りのために、J リーグと弓を真っ赤に染めるレッズ大航海時代が始まりました。 チャンネル登録よろしくね